こちらです。はい、はい、今日は口は災いのもとっていう話ですねをしたいと思います。はい、最近ですね、ちょっとうまいものをね、食べに行こうということで、なんか食べ放題みたいなの行ったんですよ。で、まぁ、ちょっとホテルの、なんかホテルのやってるじゃないですか、お昼とかで、ね。まあ、そういうのに行ったんですけど、その時にですね、まあ、店員さんが、悪口を言ってるのが聞いちゃったんですよね。うん。店員さんがね、そう。悪口を言ってたんですよ。うん。まあ、自分が座ってるじゃないですか。で、座ってて、飯があって、まあ、取りに行って帰ってくる、この、なんか踊り場じゃないけど、なんか、ちっちゃいね、なんかスタッフルームみたいなのがあって、このカーテンで区切られてて、みたいな感じだったんですね。で、まあ、なんかそこで、なんかね、二人で話してるんですよ。で、一人の人が、この新人さん、今から休みでいいかなみたいなの聞いてて。で、もう一人の人が、ああ、いいよ。ああ、いいよ。あいつら使えねえから。あ、みたいなことを言ってたんですよ。うん。で、もう一人の聞いてた人は、ああ、そうね、みたいな感じで言ってたんですね。まあ、なんかその聞いてた人はなんかちょっとね、お姉さんな感じだ。で、その聞かれてた人は多分、なんか同年代ぐらいな感じの人でしたね。うん、まあ、お姉さんの方はなんとなくまあ、分かってるような感じだったんですけど、まあちょっとそう、男の方、男というかね、言われてた方がトゲがあるみたいな感じです。で、ちょうど通った時にちょうど言ってたんで、まあ聞いちゃったんですね。で、まあ、これで思ったことは、まあ別に、それはまあ、なんていうかね、別に何とも思わなかったんですけども、別に何かを言うってこともしなかったし、そんなに別に何も思わなかったんですけど、でもこれって、ただ多分、まあ、次は行かなくなりますよね。うん。印象悪いじゃない。うん。うまかったけどね。うん、めちゃくちゃうまかったんですけど。まあ、行かなくなりますよね。で、そうなんですよ。うん、だから、なんていうんですかね。まあ、この、やっぱりね、こういうことって、悪口っていうんですか。
入り口というかね、こういうことって言わない方がいいんですよ、うん、ってことですね。悪口なんていうんですかね、ディスりじゃないですよね。なんかもうそんなこと言ったら、あ、ちょっと、うん、そう、ちょっと前のソフワちゃんとか、あの臭いアナウンサーとか、なんかもう一つあったな最近、あれ、なんかね、なんだっけ、そんなところか、まあまあとかも、まあ言わなくてよかったんですよね。まあ、でも言ってしまったということですけども、まあ、難しいですよね。難しいな。もうそんなこと言ったら、今こういうことを言ってること自体も、まあ悪口じゃないけど、なんていうのかな。そういうものに当たっちゃう感じになるんですかね。それは違うかな。まあ自分の意見を言ってるからいいのかな。ちょっとよくわかんない。なんかちょっとね。そんな、まあでもね、出現するなというと、極論何も喋るなってことになるからね。でもそんなこと言ったらね、生活を送っていけなくなりますから。なんか、何の話してんだっけ。あ、なんかそうですね、あえてやっぱね、まあえて言う必要はないですよね。まあ言いたくなるのはね、わかるんですけど、ちなみにこれ、あの天地的の構えですね。はい、気づきましたか。はい、そんな感じです。なんでやっぱりというかね、もう進んで悪口を言ったりするのはね、とそのなんていうなんか良くないことになりますね、ということですね。眠いわ。